Thank you.
他の形デフォルメしたものとか動物とかっていうのもずっと大きいと思います。まあ、我々もこのロボットが実験で1ヶ月病院に行っちゃうとかいうですね、ここになんかいたものがいると思ったらすごく人が引っ越しちゃったみたいに寂しくなっていたりとかですね、しますし、あとバウコンというかですね、自分がロボットに真似されてシンクロされていると自分のなんか分身みたいなだんだん引っ越していて、ロボットの人も捉えてたものを作ればどうちょっと違う。